はい、ということで今日は那須大輔が笑顔ですね、すごく絵面がいいということで美女3名の方に今回の企画参加していただいたんですが、上から佐々木香織さん、はい、よろしくお願いします、はい、女優とタレント業をされているということで、その下がご無沙汰してますということで、峰麻美さん、マルチタレントということで、こんにちは、一番右の僕の下の方が坂上優子さん、坂上優子です、はい、MC とかモデルさんをやられてます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。視聴者の皆さん、ただ美しい人たちだけを集めたわけじゃないんですよ。皆さん共通しているものがあります。もちろんサッカー好きということで、ちょっと最初に聞きたいんですけど、皆さんなんでサッカーを好きになったかっていうところ。最初は日韓ワールドカップだったんですけど、はい、そこで、まあ、一応サッカーのルールみたいなものは知った上で、2004年かな、6月7月ぐらいですかね、スパサカを見てて、そしたらそこで紹介されているティエリアンリの映像を見て、漫画みたいに膝から下がくる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 って回ってスピードがすごくて、はい、なのにゴールシーンはふわっと柔らかく決めるっていう、何この人って思ったところから、もうアンリのファンになりまして、アーセナル沼に入りまして、はい、そこから16、7年アーセナルのファンをやっておりました。J リーグの方も見られますか？Jリーグはその日本のサッカーに触れたのも、まさにその2004年の時にどっぷりアテネ五輪、あらあらあら、はい、U23のアテネ五輪 の、はい、のメンバーが大好きで、しょっちゅう代表戦見に行ったりとかしてたので、はい、もう那須さんは本当に世代ドンピシャです。そうなんですね、アテネで活躍できなかったんですが、ありがとうございます。私は前回那須さんのこの YouTube に推しサポ討論会みたいな出演させていただいて、その時にもちょこっとお話ししたんですけど、私が小学校の時にJリーグの華々しい開幕がありまして、今では想像できないくらいテレビもJリーグ一色、そんな時代があって、もう当たり前のようにスーパーとかデパートでJリーグのグッズが売っていて、まんまとそのブームに乗せられているようになって、もともと私こうちょっと性格が男勝りなところもあって、昼休みとかには男の子とサッカーをするのが好きだったんですよ。もう全身そのJリーグのチームのグッズを身につけて、昼休み男の子とボールを蹴ってるみたいな、それが最初にサッカーに触れたきっかけです。私、元彼がサッカー部だったんですね。で、話を合わせたくてサッカーをいろいろ見てたっていうのが入りなんですけど、はい、そこでいろいろニュースとか見てる時に小笠原光雄選手のロングループシュートを見て、うわ、かっこいいってなって、そこからこう J リーグを見るようになって、等々力競技場が近い方に住んでたりっていうこともあったので、フロンターレの試合を見るようになって、そこから J リーグにどんどん触れていったって感じですかね。きっかけは元カレってことですね。まあ、はい。一番いいエピソードですよね。一番いいエピソードですよ。そうですね。すごい、なんかすいません。今回はですね、皆さんサッカー好きということで、サッカー好き美女3名による2021年度の J リーグイケメンドラフト会議をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずキーパーからいきます。キーパー、センターバック2人、サイドバック2人、ミッドフィルダー2人2人でいって、最後フォワード、フォーメーション的には 4-4-2 で統一させていただきます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、では早速なんですけど、キーパーからお願いします。これ被った場合はどう？じゃんけんです。このボードか紙使ってのじゃんけんです。イケメンで顔だけじゃないじゃないですか。そうなんですよ。見てほしいっていうところを込めたちょっとイレブンを私は選んでみようかなと。それはもう喜んで、いろんな観点から私の J リーグを好きになっていただきたいということで、うん、ちょっとそうなんですよね。じゃあいいですか。はい、はい、せーの。おー、かぶらない。なんか友達になれますねこれ。それぞれに、まあ、イケメンポイントというか、結構スーパーセーブ集とかにも選ばれる機会も多かったですし、うんうん、グランパスのファンの皆さんが選ぶ人気投票というか、うん、そういうものでもランゲラック選手は常に上位で、今年も1位を取ってた選手で、すごくファンの皆さんにも愛されていて、言葉の問題とかコミュニケーションの問題とかもいろいろあると思うんですけれども、すごくディフェンダー陣とかも信頼も獲得して、すごく連携
が取れてるなというイメージがあるので、ランゲンラック選手のプレーは注目してほしいです。若い選手なのでオリンピック代表としても候補に挙がってますし、うん、将来の日本代表を背負って立つ選手になってもおかしくないなっていうのと、あとルックスは結構端正な顔立ちなんですけど、まあ、プレー中っていうのは結構大声を出してコーチングをしたりとかで魂のこもった内に秘めた感じがもうこうひしひしと現れてる感じが私はギャップで好きです、はい、ギャップですね。勉強になります。ありがとうございます。もうかっこいいんですよ。もう J リーガーの選手の中全部集めても菅野さん結構上位に来るぐらい大好き。ちなみにワイルド系が好きなんですか？ワイルド系が好きです。だからもう結構あのタイプが本当に偏ってると思います。見た目からも男らしいし、なのにこうなんか優しさをかけるようなクサってなるというか、もうなんか素晴らしくかっこよくて、ただ単純に本当に好きです。女性からも男性からも好かれるタイプなのかなって思ってます。一緒のチームメイトでやらせてもらって、はい、かなり慕われてます、チームメイトにも。なんかそれが出てますよね。うん、もうイメージ通り言われたのそのままって感じです。うわ、うん、ありがとうございます。はい、あの多分テロップでナスニヤニヤすなって絶対入ってきますよ。だって俺こうやって見てるだけでなんか美しい方々だな。見てるだけですよね今日。せーの、ほう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 、全然変わらない。この2人明治大学のサイドバックコンビなんですけど、うん、ユニバーシアードとかも私見てて、2019年のユニバーシアード金メダルのサイドバックコンビでもありますし、すごくその頃の明治を支えた2人でもあって、本当にこれからの日本のサッカーを支えていくサイドバックの2人だと思うので、これからの期待も込めてこの2人は注目してます。なるほど。私は山田、はい、とにかく顔が好きっていう不純な動機なんですけど、いわゆるオラオラ系っぽいこう見えるんですけど、意外に物腰が柔らかい方とか、常識のある感じの方で、そこのギャップも私結構好きで、ギャップ萌えです。ギャップ萌え、はい、ギャップ萌えですね。そうなんです。私もう完全に自分の好みの顔選抜にしてます。和子選手はさっきワイルド系が好きって言ったんですけど、うん、性格の良さがにじみ出てるあの優しそうな顔があのシンプルに好きです。せーの、あれだ、こんな分からないものなの。清水エスパルスに移籍しましたけども、はい、この選手は結構ユーティリティープレイヤーなんで、どこかで使いたいなと思ったんですけど、はい、どこにしようか迷った挙句サイドバックで一応私は起用しようと思ってる。お、なるほど。今時の塩顔イケメン、はっきりしたビジュアルで、オリンピックってどうしても人数が少ないじゃないですか、選ばれるんですが、なのでそういう意味でやっぱりどのポジションでも出れる選手というのは重宝される選手になると思うので、うん、この選手は今年伸びてほしいなって思ってます。伊田選手も顔選抜です。顔選抜。ファッションもおしゃれだし、なんか今時って感じの若者って感じでいいかなという。なんかすごい熱くなってきたんですけど。せーの、すごい。誰も被らない。もうベルマーレンはアーセナルにいたということで、我がアーセナルにいてるのが B リーグで見られるっていう幸せをね、もう詰め込んでいますし、やっぱり体格だったりプレーだったり初心者の人でもなんかすごいっていうのが分かりやすいのかなっていうふうに思いますし、すごくこう見て楽しいポイントかなと思うので、ベルマーレンは絶対欲しかったです。槙野選手は私今事務所ホリプロなんですけど、ホリプロの先輩なので忖度も込めて、素晴らしい。忖度込みでということです。萩野選手残念。瀬古選手被るかなって思ったんですけど、うん、なんかちょっと私あれですね、若い選手選びすぎてる感があって、選手として期待もできるんですが、キャラ的にもビジュアル的にもやんちゃ系の、良くも悪くも本当年齢のそのまんま、そういうやんちゃな面と、あとこれから成熟していく大人になっていく階段みたいなのをこう親心で見ていたいという気持ち。田中選手はあのこれすごい私動機が不純なんですけど、私あのずっと猫を飼ってまして、はい、猫好きなんですね。サッカー選手とか J リーガーってワンちゃんを飼ってる方は結構多いんですが、多いですね、猫ちゃん飼ってる方ってそんなに多くなくて、うん、畑中選手もずっと猫を飼われていたんですよ。あの亡くなっちゃったそうなんですけど、きっと悪い人なわけがないと。いい人は、いい人に違いないという、猫好きの視点で
選ばせていただきました。なるほど。いやここが被るかなと思ったんですけど、私誰かしらは絶対に谷口選手見えると思ったんですよ、うん、もう私は顔選抜なんで、うん、もう圧倒的顔選抜じゃなくても、うん、谷口選手なんかこう年齢を重ねていくごとにどんどんこうリーダーシップもすごい発揮してきているような感じもしますし、ヘディングがかっこいいですよね。なんか牧野選手とかこう髪の毛がバッキバキでそのあの崩れないっていうのがあると思うんですけど、谷口選手はもう顔が崩れないとりあえずあのサッカーを進めたいときは谷口選手を進めてから、うん、友達を誘いに行ったりします。これは間違いないかもしれないですね。はい、田選手はちょっとあのやんちゃそうな感じが好きなのと、私坊主の時が結構好きだったんですよ。誰だこの坊主のイケメンはと思って、そっから結構ずっと田津田選手を注目してました。やだな、全くかぶらずということで、うん、じゃあ次ミッドフィルダーボランチの位置で、なんとなく浅見さんのタイプが分かってきたような気がしますか。本当ですか。私坂上さんのタイプ分かってきましたじゃあいきます、せーの。おー、坂上さん強い。古田青選手はこのボランチの位置で使うだったら絶対外せない選手かなと思っていて、トゥーロン国際の時もすごくやっぱり落ち着いて本当に攻守にわたってプレーしてた姿が印象的で、これからの日本代表のもうメインになっていく選手だと思って確信して見てます。イニエスタ選手はもうこの選手は絶対 J リーグを見る上で今外せないんじゃないですか。そんなにルールが詳しくない方でも凄さっていうのが分かるイケメンプレーをたくさん見せてくれる選手だと思いますし、これから J リーグを見るっていう方はぜひイニエスタを注目して一試合見るっていうだけでも J リーグの面白さ、サッカーの面白さって分かってもらえると思うので選出しました。これは間違いないですね。間違いない、見てて面白い。もうとにかくこの人はまあミスターレイソルというか、そうですね、全てを兼ね備えている選手で安定感をちょっとこのチームにもたらしたいなと、若い選手ちょっと選びがちだったんでそういう選手に学んでもらいたいなというのでこの選手を取りました。顔もすごくタイプです。この選手も経験も豊富ですし海外でもやってたっていうのもありますし、とにかく経験を若手に伝えられる力がある方だと思っていて、最近話題のトークアプリ SNS 結構彼はやられてたんですけど、落ち着いていてあの言語化がすごく明確にできる方だったので、若手とベテランの橋渡しっていうのがうまくスムーズにできる方なんじゃないかなっていうので、ちょっとこのチームにはマストかなと思いました。じゃあ次坂上選手、あ選手じゃねえ大島亮太選手といったらもう小動物系の可愛い系の、どんどんこの今まで寡黙な感じだったのが最近ちょっとずつこうバッて声出すようになってきたなっていうところに、より一層こうかっこよさが増したかなと思って、山口蛍選手はもうただ単純に好きです。顔がワイルドケースもんね。セレッソの時のあの金髪で黒くてピアスして入場してくる感じがもうかっこよすぎて一時期待ち受け髪にしました。ここもまさかの被らずということで、すごい。次2枠です。ちょっとアタッカー的な感じですよね。せーの。こんなことあります？ないない。三笘選手は筑波大の時にちょっとだけあの取材というかお話しさせていただいたことがあるんですけれど、その頃からやっぱりすごく真面目な選手ですし、ちょうど2018のロシアワールドカップの時は NHK のスタジオでコメンテーターとしても出演されてたりとかして、すごくクレバーな選手なんだなっていうところも感じて、フロンターレでこの活躍じゃないですか。そうですね。坂本選手はもう本当にセレッソの若手の期待の星っていう感じですし、まあ、セレッソのメッシみたいなね、感じであのスピードもテクニックもある選手なので、まだ2人とも若いですから、これからも日本代表も担う選手になってほしいなという意味を込めて選出しました。とにかくシンプルに顔がめちゃくちゃ好きなんですけど、足元の技術がすごく確かなものがあって、なかなかちょっと去年とかは出場機会がちょっと減ってしまっていたりとか、なかなかこうスタメン取れない悔しさみたいなのを今年は絶対ぶつけてくれるんじゃないかなっていうので注目しています。だいぶ推しなんですけど、アビスパ福岡の北島裕司選手、アカデミー育ちの選手でまだまだ若い選手で、まあ、かなりドリブラー、ゴリゴリのドリブラータイプなので小柄なんですけども、あのスピードとドリブルで切り崩していけるタイプの選手で、ミネイレブンの中で言うとかなり若手なんですが、やっぱりアカデミー育ちの選手ってサポーターからすごく愛され力っていうのが必要じゃないですか、
か。そうですね。そういう意味ではカリスマのサポーターさんからかなり期待をされて愛されている選手なので、まあ、こういう選手がチームの中にいるとチームとして愛され力が上がるんじゃないかなっていうので、ちょっとイレブンには、はい、マストの選手でした。家永選手は、まあ、シンプルに本当にかっこいいのと、うん、突破力もあるのに倒れない鋼の筋肉といいますか、うんうんうん、強さがあるじゃないですか。奥様もすごく綺麗で、将来こういう風な夫婦になりたいなっていう理想像となるような選手です。あと江坂選手はイケメンじゃないですか。永山絢斗さんが好きで、にすごいそっくりだなと思って、すごいそっから注目するようになりました。なるほど、ずっと変わらない気しかしないこれ。これはいける。いや、那須さん入った方が良かった説ありますよ。そうなのすごいなんかね、これから J リーグ見るっていう女性にとってはいい番組になるかもしれないですドラフトとしてはだいぶ失敗さあ最後一枠かぶるかどうか、せーの、おーまあ、ある意味すごい企画大好きなんだけど、すごい、これも被らない。まあ、大学サッカーを見てきて、まあ、法政大の上田綺世選手、はい、でトゥーロンでもユニバでももう本当無双状態でバシバシ決めてた、うん、めちゃくちゃすごいストライカー、若手のホープとキングカズですよ。この2トップだけでも激アツじゃないですか絶対見に行くでしょ2月26日で54歳ですよ。2つの2トップ見たいなっていう夢のコラボです。結構移籍はしてきましたけど、どのチームでも確実に結果を残してきた選手なので、フォワードに求められる得点力という面で、まあ、ドーグラス選手はまあまあマストかなと思いました。ちょっとタイプの違うフォワードが欲しいです、うん、で名古屋グランパスの山崎亮吾選手を選びました。うん、まあ、高さがあるのでポストプレーがすごくあの上手い選手なので、うん、まあ、ドーグラス選手と組ませた時にあのバランスがいいんじゃないかなっていうのと、長身のちょっと男らしい感じのルックスなので、はい、まあ、ここにハマる女性は絶対いらっしゃるなっていうので、うん、ぜひ注目してもらいたいです。ミネ、うん、さん試合勝ちに来てます。当たり前じゃないですか高倉選手のゴールに入れた時のうん、あの表情筋の豊かさ、うん、あのイケメンの顔からはちょっとびっくりするようなあの熱のこもり方が私はすごい好きで、あとあの誕生日が一緒なんですよ。そこに勝手に運命を感じてます。あと中川選手はやっぱりあの優勝した年って中川選手ボール持ったら止めらんないよみたいな感じがすごかったじゃないですか。ちょっと来年の活躍も楽しみな選手かなと思って、中川選手の金髪もすごい好きです。まさかの企画失敗企画崩しやっちゃった。女性サポーターとかこれからサッカーをこう知りますとか、そういう意味ではいろんな選手が出てきたから大成功ですよ。そういう意味では素晴らしい、まあ、本当にめっちゃリカバリーするじゃないですかちなみにですよ、私のフォーメーションなんですけど、キーパーから飯倉ひろき選手、宮原選手、谷口選手と大崎レオ選手でしょ、高井豪徳選手、大津選手、大島選手、江坂選手ボランチにしました。でゆるき選手の、じゃあここがねかぶるかなと思ったの、柿谷陽一郎選手がちょっとワイルドじゃないで、坂上さんが容姿っていうところと、あとファンタジーなプレーするから佐々木さんが被るかなってちょっと思ったんですよ。そしたらまさかの全然被らずそれであと土井翔馬選手、もう完全に僕は顔でいきました。もしかしたら、もしかしたらですよ、ミネさんは私現役だったら選んでたかもしれないですね。ありますね、バランス取りになすだろうっていう今季、まあ、推しの J リーグクラブがあれば、あ、推しのクラブと推しの選手、特に推しクラブというのもなくてですね、うん、コロナの時期でもあるので過密日程とかにもなったりも多分また今年もするのかなって思うので、うん、無事にちゃんとシーズンが終えられて、かつ怪我とかが少なく五輪もできるといいですねっていう感じなんですよね。これから A 代表に出てくるのかなっていう選手とかを見るのが結構好きなので、野球で言ったら高校野球から見る感じですよね、うん、すごくこう長く楽しめるじゃないですか。その選手がベテランになっていく生涯を終えるので、そういう楽しみ方もあると思うので、ぜひ若手の選手を見てほしいなと思います。見ての通りメガルタ仙台のサポーターなので、はい、私もメガルタ仙台のサポーターとして裸を思ってますが、うん、あの今気づいたんですけど、私誰一人としてメガルタ仙台選んでいますね選んでませんね、確かに推しの選手というより8シーズンぶりかな、湯村守監督が復帰をされまして、東日本大震災から10年、うん、
今年でもあるので、もう一度こうチームが地域も含めてまとまって戦わなければいけないというシーズンに、やはりその震災の時からずっと指揮をしていたレグラモリー監督が復帰してくれることの意味っていうのはすごく大きいと思いますし、さまざまな経験を積んでからのベガルタの復帰でしたので、残留をするために必要な要素をいっぱい貯めて帰ってきてくれてると思うので、ここにも期待をしたいなというので、選手というよりレグラモリー監督に皆さんご注目ください。私は川崎フロンターレですね、数々のタイトルを取ってきて、今年も優勝をして、フロンターレを倒すぞっていう勢いでどのチームもやっぱ来ると思うんですけど、圧倒的な強さをまた見せて今シーズンもちょっと優勝してほしいなって思うのと、その中で大島選手の、私ミドルのシュートがすごい好きなので、今シーズンはミドルのシュートをどんどん見れたらいいなと思って注目してます。川崎フロンターレのサッカーでアジアの頂点に行ってもらうと、また J リーグが変わるかなってちょっと思ったりもするんですよ、圧倒的な強さっていうところを見せていただけると、また J リーグの見え方も変わるかなっていうのはちょっと思ったりはしますけどね。まあでもどこが勝つか分からないのが J リーグなので。そうですね今回ですね、本当に素敵な美女三方に来ていただいたんですが、企画が素敵じゃなかったそんなことないですよ、何したかった気持ちがあります。ちょっとでもお三方の女性目線っていうところで、顔で入るのもよし、プレーで入るのもよし、イネさんはどんな感じでしたっけ、若手の勝ちに来ました勝負をね楽しむのもよし、いろんな見方がありますので、うん、J リーグというものを楽しんでいただければいいと思いますし、サッカーをこれから知るとかスタジアムに足を運ぶっていう方も、そういう目線でファンになっていただいたり、クラブを好きになっていただいたらありがたいと思うので、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。